皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回ですけれども iPhone の13と、Galaxy のですね S22 のですね、比較をしていきたいと思うんですけれども、普段ですね僕結構 iPhone とか使って、撮影してるので、その違いとかですね本当に分かるのかっていうところも含めて、比較をしながらですね皆さんと一緒にこちら映像を見ながらですね、どっちのスマートフォンを使ってるかっていうのをですね、機器映像をしながら検証していきたいなというふうに思います。今回用意しているのが、iPhone の13ですね、これですねと、Galaxy の S22 ですね。でこれを撮るんですけど、僕以外にですね普段アツシも含めて、映像を見ながらですねやっていきたいと思います。で今ちょっと東京の方にいるんですけども、東京駅でですねいろいろ撮影しながらですね映像がどれぐらい違うのかっていうところも含めてやっていきたいと思います。はい、じゃあ1カット目、結構その比較するのも風景とか寄りとか、人物も含めて、何パターンかちょっとね撮っていこうかなと思います。で僕たち撮っちゃうと分かるんで、純くんですね、純くんとヒカルにいろいろちょっと素材を撮ってもらって見ながらですねどっちの映像かっていうのを当てていきたいと思います。撮っていきましょう。はい、ということで、じゃあ一発目はですね景色の違いと、景色の比較をねちょっと撮っていきたいと思います。じゃあまず今から東京駅をこの iPhone13 と Galaxy で一応倍率を 0.6、0.5、1倍、3倍みたいな3種類でちょっと撮っていこうと思います。じゃあまず Galaxy に行きましょうか。いいです。じゃあ 10% 超えてきたらいいよ。次は、景色もやったんで景色の中に人を入れながら、撮っていきたいと思います。縦揺れね。ということで、じゃあ今からポートレートモードということで、写真の違いですね。ポートレートモードも両方ついてるんで、ちょっとそちらでちょっと撮っていきたいと思います。はい、ということで今からですねちょっと動きのある映像で、0.5 倍で撮影して、どれだけ手ブレ補正が効いてるかっていう違いをですね確認していきたいと思います。こんな感じで、こんな感じでいきます。はい、はい、ということで、無事ね撮影終わったんですけども、今からねちょっと素材を比較して見ていきたいと思います。結構なかなか分かりやすいのか分かりにくいのかちょっと分かんないですけど、見ながらねやっていきたいと思いますが、その前にですねちょっと皆さん気になったかと思うんですけど、今ですねたまたまウッシーくんのスタジオに遊びに来てます。ウッシーですめちゃくちゃ勝たないはい、ウッシーくんです。はい、アツシくんです。で、奥のディンフィルムズ普段はですね、皆さん映像しててですね、僕たちとちょっと、シネマティックここねやってるんですけど、僕たちはね、iPhone とかスマホやってるんで、今回の機器映像は割といけるんじゃないかと思うんですけど、絶対わかりますよね。いや、多分100わかる。俺、普段一眼だからね。で、ここはだいぶハンデがある中でちょっとやっていこうって。負けたらウーバーおごりな。いいね。じゃあお願いします。じゃあそっからペアをまずね。いや、じゃあまずウッシーさん、ゾノさんペアと。まあ、そうなるよね。こうだじゃん。待って、俺ちょっと嬉しいかも。いや、俺これ結構ショックかもしれない。実際に見ていきたいと思います。はい。で、僕たち全然答えまだ知らないんで、これ見ながらやっていきたいと思います。はい、じゃあ1つ目。これは 0.5 の動画かな。はい。これ、せーので上か下か言えばいいの。色味とかかな。これ、色味で判断してる。俺もだな。これはでも、いけるんじゃないか。せーので上か下か言う。どっちを上か、iPhone を下選ぶ。どうする？ iPhone を選ぶ。iPhone がどっちか、iPhone を選ぶ。カメラに向かって、じゃあ行きます。この映像は iPhone はせーの上わかんない。わかるな。これは余裕だ。
正解は上です。そう、じゃあ第2問は、はい、回転。あ、回転ね。あ、もう分かったね。はい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 、あ、回転してるのね。うん、じゃあ2つ目は、まあ、動きのある映像の回転ですね、うん、で、じゃあ iPhone はどっちか、うん、じゃあ第2問ね、いきます、はい、iPhone は、せーの、シャーッ。あ、そうよね、これはそうね。あれ待って、これ余裕じゃね。いや、多分余裕だ。分からん分からん、企画として成り立ってるこれ。場所が変わるからこれ。なるほどね。確かに確かに確かに。じゃあ次で、もう3問目、投資で1回でいきましょう。1回だけにしよう。はい、これも動画。うわぁ、これはむずいな。むずすぎや。分かった。 OK、 いや、タブや、OK、 OK、 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 OK。 え、3回見れるの？え、1回だ。1回。じゃあ3問目、3問目の iPhone はせーの、下。え、俺上だ。上、俺下、上、俺も上。あ、分からない分からない、ついに。うわ、やべえ、これはやばいぞ。いこれなんか面白い。え、ね、え、やっぱ1回にしよう。1回の問題、1回の問題、4つ目。あー、じゃあいくよ、はい、うわ、いきまーす、はい。あ、OK、 第4問、4問ね、はい、じゃあこの動画の iPhone はせーの、シャー。おー、これは、はい、じゃあ次5問目、5問目ね、5問目、1回だけにする、1回だけにしよう。で、ズームの動画じゃあ行きます。よーい、スタート。オッケー、分かった。いや、俺も多分そ、まあまあ多分これはそうやな。え、はい、これ突破映像結構むずい。これこれだってちょっと違うことだよ。そう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 。じゃあこの映像は iPhone がせーの、うわー、おー、おー、なんか喋ってるの。え、え、え、わかんない。いや、これは簡単。これむずいわ。僕自身ない。今まで一番むずい。いきます。じゃあ、今の映像の iPhone は、せーの、シャー！よかったよかった。よかった。じゃあ、これはポートレートモード。ポートレートモード。わかんない。ラクシムポートレート。これ一番むずいわ。ポートレートモードは俺もわからんわ。じゃあ、見ますか。あ、写真かでも。これ写真です。え、写真？あ、これ写真なんだ。これ写真。え、でもなんかこっちだなっていうの、これゾウさんがアーティストか、こっちの方が痩せてない。でもなんか痩せてた。確かに変わった。なんでこれさ、フィルターかけた。フィルターかけた。すごくない。これゾウさんか偽物かっていう。CG かね、どっちか CG。 え、いや待って、マジで分からへん、どうしよう。 OK、 じゃあ行きます。どっちが、この画像は iPhone が、せーの、上。おお、うわ、もう余裕や。これはもうどっちかやわ。俺も意見が先のと分かれたな。はい、まあ、これでも一緒やもんな。これも分かんない。2秒で。これも分かるな。これ写真ね。これ写真。写真。はい、え、じゃあ行きます。この画像は iPhone が、せーの、上。うお、すげえ、初めて分かれた。上だよ。え、これあと何問あんの？え、これ何問？あと残り2問ですね。あ、これは俺ももう え、なんかさ、わかるんだ。俺もしかして特徴と途中でごったりした。俺はもう最初から一緒なんやな。うん、俺もこうやな。うん、わかるわ。え、じゃあこの画像いくで。OK、はい、いきます。 iPhone はこの画像が、せーの、上。おぉ、分かれた。俺は下だな。 3-1 になったね。ギャラクシー、あ、ラストね。あ、これはもう一瞬なんだ。これはもう余裕だな。ギャラクシーさん、どこまでいけるか。3付けしてるやん。
ャラクシープロモーション含みますじゃこの画像は OK、はいはいはい、iPhone がせーの下え上だよな。で俺は下だな。 iPhone やんな。うん、下やな。下かな。はい、終わりです。終わりです。ちなみにさ、どういう基準で上下でやってた？あ、うん、俺は白が赤っぽいか青っぽいか。それやばい、なんじゃそりゃ。そういうのさ、ホワイトバランスってさ、いやでも、いやでも全なんか iPhone はオレンジっぽくなって、もう一個の方は青っぽくなったから、東京タワーの白い部分が必ずオレンジか青か二色どっちかだった。やば。俺の中ではもうそれが基準だった。もう、ちなみにホワイトバランスしか見てないの。東京駅ね。東京駅ね。そう。東京タワー。タワー。タワーの白いところだったの。真ん中の。俺だ。映ってたよ。映ってたよ。リン君は。俺は緑の色。おお。一緒。僕も一緒。けどなんか映像と写真逆だった気がするんだよね。あ、マジか。だから星野さん。そう。なるほどね。はいはいはい。え、緑だったんだ。緑が全然違ったじゃん。違う。緑の色でしょ。うわ、その緑がどういう感じ？明るかったとか。ギャラクシーの方がサイド高め。そう。最初そう。コントラストサイド高めかなと思って。一緒一緒。で、基準は？僕は一番角度高そうな感じ。色以外は一番取らないといけない人だ。そう、一番当てない感じ。シャープですよね。ああ、特にだから最後の10倍とかのやつはやっぱ望遠が強くて、ちゃんとすごかったわ。確かに望遠と一倍の多分遠目の東京駅の奥のビルとかのシャープさみたいなのはギャラクシーの方がちょっと有利かなと思ってたから、それ見てた。なるほどね。シャープさしか見てないと色を見るだけ、緑の。なるほどね。うわー、わかんねー。かな。いや、自信がかかってきてる。色温度もなんかあったかい冷たいみたいなのは僕も一緒や。一緒。いや俺もう毎回オレンジと青にしか見えない。 iPhone の方ちょっとオレンジっぽい。うわ、意外にやばいな。え、じゃあ優勝だった方の名前を言う。気持ちよく。そうしよう。いや、チーム A。 あと A チーム。いや、赤か青でいいんじゃない。いいよ、赤か青。オッケー。赤か。ここに4人並ぼうぜ。ゾノさん、赤ね。俺ら青ね。赤。赤も青。それでは、結果発表します。優勝チームは、青チームです。マジか。